株式会社東京会館は、宴会場、結婚式場、レストランを経営する会社である。贈答用の洋菓子や料理缶詰の販売も手掛けている。ウェディング事業では、テイクギブニーズと提携している。東京会館のエントランス、東京会館のエントランス東京、丸の内にある本館の宴会場は、記者発表会、創立記念パーティー、展示会、忍ぶ会、 その他各種イベントに利用され、また、結婚式場としてもよく知られる。芥川龍之介賞及び、直木35賞の受賞者の記者会見と、その1ヶ月後の受賞式は、東京会館本館に、レストランは、フランス料理、プルニエ、西洋料理、シェロシニ、中国料理、東園、日本料理、八千代があり、その他、バー、カフェテラス、カクテルラウンジなどがある。 会員制クラブであるユニオンクラブは各界著名人が多く会員になっていることで有名。クッキングスクールも併設しており、現役のシェフが講師となっている。初級から上級クラス、シニア男性クラス、中国料理、製菓製パンなど専門のクラスもある。東京駅、二重橋前駅、有楽町駅、日比谷駅から徒歩圏である。 初代本館の竣工当時の外館竣工当時の東京会館と帝国劇場二代目本館1920年4月24日に設立され、田辺純吉設計で1922年11月1日に初代本館が竣工、フランス料理のレストランと宴会場を持った本社でもある丸の内本館は東京都千代田区丸の内の皇居近くにある。 1940年12月に大制翼3回が発足すると突如接収され、ここに中央本部が置かれた。1942年から1945年まで応東赤い間と改称された。1949年5月に株式上場主幹事証券会社は日光証券だった。1971年12月2代目本館が春光。 2015年1月31日付で2代目本館の営業が終了し建て替えを実施。新本館は丸の内2 8ビルの一部となる形で2019年1月8日に営業を再開した。工事期間中、芥川龍之介賞及び直木35賞の関連行事は帝国ホテルで行われた。このほか有楽町の東京交通会館にある開店レストラン、 銀座スカイラウンジや日本橋の三越本店の特別食堂、日本橋も東京会館の店舗である。ありがとうございます。